女子サッカー。女子サッカーは女性が選手としてプレーするサッカーであり、約100年以上にわたって行われてきた。しかし、霊明期は事前活動や運動の一環として行われており、1970年代に女性のサッカーが組織化され、進歩への道程を歩み始めるまでは、サッカーといえば男性のためのスポーツという見方が大勢であった。今日いくつかの国においては、 サッカーは女性にとって最も身近なスポーツ競技であり、またいくつかある女子のプロスポーツの一つでもある。女子サッカーは世界各国、または世界及び各大陸レベルにおいていくつかの大会が創設され、女子サッカーの全国リーグの数も少しずつ増加するなど着実に成長を遂げている。女子サッカーはその存在を認められるため長きにわたり、 苦闘を経験してきた。1920年代初頭、イギリス国内で女子サッカーが最初の黄金時代を迎えていた時代、いくつかの試合では5万人を超える観客を集めていた。しかし1921年12月5日、イングランドサッカー協会において会員であるクラブによる投票が行われた結果、1971年7月にこの決定が撤回されるまで、 女子サッカーはイングランド国内において排除されることとなった。FIFA の統計によると、世界の女子サッカーの競技人口は2006年時点で約2600万人である。協会登録人口は約410万人であり、その中でもアメリカは約167万人と圧倒的に多く、世界の4割以上を占めている。 近代サッカーの母国イングランドでの最古の記録として1895年に北イングランドと南イングランドによる対抗試合が残っている。これは近代サッカー成立の年とされる1863年からわずか30年ほどのことである。また、この試合では女子選手は頭に帽子をかぶりスカートを履いてプレーした。観客1万人を集めたこの試合がきっかけとなり、 サッカーは、わずかな間に女性にも普及していった。予想以上の盛り上がりに対し、サッカーを、男の中の男のスポーツと考えた、イングランドサッカー協会は1902年、参加のクラブに対し女性との試合を禁ずる。しかし1914年に第一次世界大戦が、勃発して男性が戦場へ借り出されると、女子サッカーは、ヨーロッパ各地で盛んに行われるようになった。 戦争の終結により、男子プレイヤーの復帰が進んで後も、女子サッカーの人気は続いたが、サッカーは女性の体に、有害という根拠の薄い理由付けにより不当な扱いを受け、さらに1921年には FA が女子チームに対して、グラウンドの貸し出しを禁ずる命令を通達。そのため一時は試合どころか、練習会場すら、ままならない状況が続いた。一方、 フランスでは第一次世界大戦中に最初の女子サッカーチームが発足した後アリスミリアによりフランス女子スポーツ連盟が創設され FSFSF の働きかけにより1918年にフランス女子サッカー選手権が開始される1920年にパリの女子サッカーチームがイングランドに遠征してクラブ間の親善試合を行う1924年には フランス女子選抜チームがベルギー女子選抜チームと試合を行っており、これが歴史に残る最初の国際試合となっている。ドイツでは1922年頃にドイツ大学女子サッカー選手権が開催され、1930年にフランクフルトで国内初の女子サッカークラブが誕生した。同じ頃に中国大陸各地で女子の学校教育においてサッカーが登場した。 以降、第二次世界大戦が本格的に始まる1930年代、後半まで女子サッカーは盛んに行われた。第二次世界大戦後の1954年、オランダサッカー協会は女子チームに対し FA と同様の通知を発布する。しかしこの頃には男女同権の流れが世界に浸透し始め、1960年代にはアメリカ合衆国で、 ウーマンリブが起こるなど女性に対する社会の風潮が変わり始めると女子サッカーも少しずつ盛り返し始める。とりわけ東ヨーロッパ諸国では各国でいち早く女子チームが作られた。同じ頃、東アジアでも台湾、シンガポール、太陽国で女子サッカーが盛んになり女子のスポーツとして大きく浸透した。1970年。 FA は女性に対するグラウンド使用禁止の通達を破棄。KNVB と DFB もそれに続いた。1971年には国際サッカー連盟が初めて公認した女子代表の国際試合、フランス対オランダが行われ、また各国協会で女子サッカーも参加に置くよう通達がなされたこともあり、イタリア、デンマーク、スウェーデンをはじめとして、 世界各地で女性の競技機会の開放が進み、さらに1980年代には、サッカー不毛の地といわれるアメリカでも、女子のスポーツとして広く浸透するに至った。1986年、メキシコシティで行われた国際サッカー連盟総会で、ノルウェーサッカー協会から派遣された女性、エレン・ウィレ、エレン・ウィレが、人類の半数は女性である。フィーハは、女子サッカーにもっと、 もっと力を入れるべきである。そして、女子サッカーが持つ、限りない将来性に目を向けなければならない。と演説し、女子ワールドカップの開催、オリンピックに女子サッカーの追加、男女とも同一のルールの採用を提案した。これに感銘を受けた議長のジョアン・アベランジェ会長、当時は2年後の1988年に、中華人民共和国公衆市で非公式な世界大会を実施。 この結果をもとに1991年第1回女子サッカー世界選手権を中国の5会場で開催した。後に FIFA 女子ワールドカップと呼ばれるこの大会が開かれ、さらにオリンピックでも1996年のアトランタ大会から正式種目に採用されたことにより少しずつ市民権を得てきている。2004年には FIFA 会長のゼップブラッターが より女性らしさを出すためにバレーボールで採用されているような服装にし、ボールも男子の競技で使用されているものより軽いボールを扱うべきではないかと発言して、物議を醸したこともあったが、2012年にはヨーロッパで開催されているクラブ国際大会の UEFA 女子ヤンピオンズリーグ決勝戦で5万人を超える観客を集めるなど、近年では 男子サッカーに劣らない人気を誇る試合も現れるようになっている。現在ではアメリカ合衆国のほか、北、ヨーロッパや西ヨーロッパが競合国となっており、また東アジアでも中国、北朝鮮、日本、そして近年では韓国で盛んになってきている。またアフリカや南アメリカといった男子サッカーの競合地域、そしてオセアニアでも女子サッカーが 盛んになってきた。さらに宗教上の理由などから、イスラム文化圏での活動はあまり見られなかったが、2005年にヨルダンアンマンで西アジア女子サッカー選手権が行われ、また2006年には第1回シリア女子全国リーグが7月から7チーム、80分制で、交代は5人まで認められる特別型で行われ、 同年12月には2006アジア競技大会同派でヨルダンがヒージャブなどを着用して参加するなど少しずつそのを広げつつある。またこれまでオリンピックに一度も女子選手を派遣したことがなく2012年ドンドンオリンピックで初めて女子選手を派遣するなど女性のスポーツに関して否定的であったサウジアラビアでもアフマドエイドあるハルビサウジアラビアサッカー 連盟会長が大学で行われている女子サッカーを視察、国内リーグを創設する考えがあると発言するなど、次第に女子サッカー活動への理解なされるようになっている。女子サッカーは北米や北欧、ドイツ、日本といった先進国でより盛んに行われる傾向が強くなっている。各国、地域の女子代表及びリーグなどに関しては、 世界の女子サッカーを参照のこと。アジアで女子サッカーが盛んな国は日本、中国、韓国、北朝鮮、タイである。日本のサッカーにおける女子サッカーの歴史はそれほど長くない。大正年代に香川県立丸亀高等女学校の生徒たちが袴姿でサッカーをする様子を撮影した写真が現存しており、クラブチームの東京州球団には 女性選手が2名所属していたという。しかし、その後女性がサッカーに携わるのは主にマネージャーなどが主であった。1960年代から70年代にかけて競技を行う女性が少しずつ見られ始め、1966年11月には神戸市立復獣小学校で復獣女子サッカースポーツ少年団が誕生。同じ年には、 神戸女学院中学部の3年生によるチームも誕生し、翌1967年3月19日には、この2チームによる対戦が、神戸市王子陸上競技場で開催された、第1回神戸サッカーカーニバルでの一戦とて行われた。この試合では主審及び2名の副審も、すべて女性が担当した。1972年には、東京で FC 人南が誕生。 その後関東地方において、もち美きみが設立した、ワイルドイレブンレディース、横浜、三菱重工女子サッカー部、三菱オアレディース、実践女子大学サッカー同好会などが誕生し、京浜女子リーグ、チキンフットボールリーグ、横浜女子サッカーリーグなどのリーグも設立された。一方で、1976年に神戸市で神戸 FC の女子チーム、 三重県上野市で伊賀上野区の市が設立されたほか、1978年には、清水市立入江小学校で、サッカーの指導に当たっていた、杉山ま四によって、清水第八スポーツクラブが、また、大阪府高槻市では、高槻女子フットボールクラブが設立された。関西地区においては、関西女子サッカーリーグが設立され、神戸女学院や高槻女子 FC、 大阪 FC レディスなどが参加した。1979年に FIFA が各国のサッカー協会宛てに女子サッカーを管轄下において普及と発展に努める胸の通達を出したことを受けて日本女子サッカー連盟が設立され、ベルリンオリンピック時の日本代表選手であった加納隆史が会長に就任した。立ち上げと運営の継続には初代理事長森健次ら、 三菱グループの尽力があった。初期の会議は三菱洋和の会議室で行われたという。この団体は、その後日本サッカー協会加盟団体となり、女子サッカーは、正式に同協会の管轄下に入った。1980年には、全日本女子サッカー選手権大会が開催され、男子サッカーの天皇杯、全日本サッカー選手権大会にあたる大会として、 日本全国のチームを対象とするトーナメントが行われるようになった。第1回大会では FC 神南と高槻女子 FC が決勝戦に進み2から1で勝利した神南が初代チャンピオンとなった。第2回大会から第8回大会までは清水第 8SC が7連覇した。第1回第2回大会までは8人制25分ハーフ。 4号級仕様で行われていたが、第3回大会より11人制で、グラウンドの面積も男子サッカーと同じ大きさとなり、第4回大会では試合時間が25分ハーフから30分ハーフに変更された。第7回大会からは試合用のボールが男子と同じ5号級に変更された。1980年代後半より FIFA フフ女子、 ワールドカップの新設を前提とする国際親善大会の開催や1990年度アジア競技大会における女子サッカーの正式種目への採用など国際状況が変化する中で所属クラブにおける試合経験を積むための場所がないことが問題とされた。1989年日本女子サッカー連盟は全国リーグの設立という結論に達し日本女子 サッカーリーグが設立された。日本女子サッカーにおける初の国際試合は、1977年に台湾で開催された第2回 AFC アジア女子選手権への FC 人ンの出場である。その後チキンフットボール選抜や、神戸 FC レディスによる香港への遠征が行われた。1981年6月。 香港にて第4回 AFC アジア女子選手権が開催されることとなり、この時初めて正式な日本女子代表チームが結成され、監督には市原聖元が就任した。この時は日本サッカー協会より強化費用が支給されず、日本女子サッカー連盟が自前で強化費用を賄った。遠征費の半分は選手たちが自ら負担し、残りは三菱グループや フーマグループが支援した。5日間の事前合宿の後香港へと渡った日本代表チームは1勝2敗の成績で1次リーグで敗退して同大会を終えた。同年9月神戸市で行われた博覧会ポートピア81の関連事業として日本女子代表が結成され、神戸市の中央競技場でイングランド代表と 東京の国立西が丘サッカー場でイタリア代表と対戦した。イングランド戦に臨む代表チームは関西及び清水の選手で、イタリア戦に臨む代表チームは関東及び清水の選手で編成するという形を取った。1984年の中国遠征時は FC 人南のコーチであったオリー・タカオが代表監督を兼任して再敗を取った。 1986年、鈴木良平が初の専任人代表監督に就任した。1989年に退任するまでの間に、鈴木は公式戦23試合で再敗を取り、うち1986年12月に、香港で開催された第6回 AFC、アジア女子選手権では、準優勝の成績を収めた。2005年1月、日本サッカー協会会長、 川口サブローは2030年までに女子ワールドカップを日本で開催し、その年までに世界一にすると宣言。また、女性監督の育成にも力を入れると明言した。2007年6月には JF より女子サッカーに特化したなでしこビジョンが発表され、普及で2015年までに女子プレイヤーを30万人にする育成で、 才能の発掘と育成のシステムの強化、強化で2015年女子 W 杯での優勝の3つの大目標が掲げられた。そして同年4月にはこの年トルコのイズミルで行われるユニバーシアード世界大会に参加する女子代表チームの監督に本田緑、ミドナデシコリーグ、岡山・ユノゴ・ベル監督を任命。日本では各年代を通じて初の 女性代表監督となる。8月10日から行われた本大会では大学チーム所属選手となでしこリーグ所属選手による混成チームを率いて第3位の成績を収めた。2007年、なでしこジャパンは第5回フィファ女子ワールドカップ中華人民共和国に出場。翌2008年は2月には東アジア女子サッカー選手権2008で優勝し、 女子代表として初タイトルを獲得し、さらに同年8月の北京オリンピックでは第4位となった。2010年に開催された FIFAU-17 女子ワールドカップで U-17 女子日本代表は決勝に進出し、韓国代表相手に PK 戦で敗れたものの、FIFA 主催の国際大会では日本女子代表として初。 男子を含めても3度目の準優勝を達成した。2011年第6回フィファ女子ワールドカップドイツに出場。準々決勝で開催国で全大会優勝のドイツを破り、決勝で強豪アメリカ代表を破り優勝した。川淵の宣言より6年、なでしこビジョンに先立つこと4年で男女を通じて初の世界一を達成した。この大会における 日本代表チームのキャプテンを務めたサワ、ホ誉レは、大会得点王と、大会 MVP に輝いた。前日の通り、1920年代に、イギリスから伝わったサッカーが、学校教育の一環として取り入れられるようになる。第二次世界大戦中の1939年には、西北大学で、女子サッカー大会が開催された。戦後、 1950年代に当時イギリス領であった香港で女子サッカーが盛んになり、1960年代半ばには女子サッカークラブが結成されるようになった。1975年には香港で 1975AFC 女子選手権が開催され、中国国内でも次第に女子サッカーへの注目が集まるようになる。1979年に西安で 中国国内初の公式なサッカークラブが結成されると各地で女子サッカークラブが結成され、1981年には北京、上海、甲州など大都市圏で女子サッカークラブ大会が開催されるようになった。1982年8月には全国重症史女子サッカー選手権が開催されるまでになる。これを受け、1982年末に 中国サッカー協会が正式に女子サッカーを管轄競技の一つと認定。1983年に全国女子サッカークラブ選手権が開始された。1986年にはサッカー中華人民共和国女子代表が結成され 1986AFC 女子選手権に参加、いきなり初優勝を果たし、国内の女子サッカー人気が高まった。 1988年には FIFA により、非公式の女子ナショナルチームサッカー大会である 1988FIFA 女子招待トーナメントが、広州で開催された。この大会で中国は、国内の女子サッカー人気と世界選手権開催能力を示し、1989年2月16日に 1991FIFA 女子世界選手権の開催国となることが、決定、無事に、 第一回 FIFA フフ女子世界選手権を開催する。翌年の九百九十二年には中国女子サッカー全国リーグが結成されリーグ戦が開催されるようになった。AFC 女子アジアカップでは九百八十六年の初参加以降百九十九年まで七連覇を達成し、九百九十九 f i f a 女子ワールドカップでは準優勝するなどアジアの女子サッカーにおいて 一定の地位を示している。国策で強化が行われており、女子サッカーの競合国として知られている。2006年 FIFAU-20 女子ワールドカップと 2008FIFAU-17 女子ワールドカップでは優勝を果たしている。2010FIFAU-17 女子ワールドカップでは優勝を果たしている。スウェーデンやノルウェーに代表される 北欧諸国とドイツで女子サッカーが盛んに行われている。一方、男子サッカー競合国のスペインやイタリアなどでは、サッカーは男子のスポーツとの認識が初的であるため、女子サッカーの人気は低い。近年、フランスやイングランドでは女子サッカーの強化が行われており、競合国の仲間入りを果たしつつある。2003FIFA フフ女子ワールドカップ。 2007フィファ女子ワールドカップに優勝するなど世界屈指の強豪国として知られている。人口はアメリカに次いで多い。2000年代まではほとんど注目されなかったが2011フィファ女子ワールドカップで4位になるなどで注目され始め国内リーグが強化されるとともに2019年大会を自国開催することから期待が凍っている。 1973年に国内女子サッカーリーグが結成された後、1978年に代表チームが結成される。1984年には女子サッカークラブの増加を背景に国内リーグを二部制にすることを決定、トップリーグとしてトップセリエンが創設される。1987年には地元で開催されたヨーロッパ女子サッカー競技会で優勝。 さらに翌年開催された FIFA 主催非公式世界大会の 1988FIFA 女子招待トーナメントでも優勝する。隣国のスウェーデンで開催された 1995FIFA 女子ワールドカップでは初優勝を飾り2000年に行われたシドニーオリンピックでも延長戦の末にアメリカ合衆国代表を破り金メダルを獲得するなど女子サッカーの盛んな国として知られている。 欧州でも女子サッカーが盛んな国として知られている。世界で最も女子サッカーが盛んな国の一つである。FIFA の統計によると2006年時点での協会登録選手は約167万人であり、世界の4割以上のシェアを占めている。アメリカ女子代表は世界の競合国の一つであり、FIFA 女子ランキングでは2008年以降主位を維持している。FIFA 女子 ワールドカップの優勝回数は史上最多タイの2回、オリンピックでは史上最多4回の金メダル獲得を誇る。1960年代に国内で非公式の女子サッカークラブができると、1979年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校の学生であったマーガレット・フォーブスが国内初の公式な女子サッカークラブを決まる。1980年の秋には、 全国大学女子サッカー大会が開催されるようになり、1985年にサッカーアメリカ合衆国女子代表が結成され、イタリアで初の国際試合、ムンディアリートを経験する。1991年に開催された FIFA 女子世界選手権で優勝すると、自国開催となった 1999FIFA 女子ワールドカップでも優勝。 アメリカ合衆国国内では300を超える大学で女子サッカークラブの活動が行われており2011年現在アメリカ合衆国が世界で最も競技人口が多い国であるカナダでも女子サッカーは人気が高い協会登録選手は2006年時点で約50万人でありアメリカドイツに次いで世界で3番目に多い2015年に2015フィファ女子 ワールドカップが自国開催されたこともあり、国内では高校や大学などで盛んに行われている。男子サッカーの人気が高い中南米では女子サッカーの普及は遅れており、男子サッカーではアルゼンチンのような競合国でも女子チームは弱小国となっている。これは中南米諸国ではサッカーは男子のスポーツであり、女子がすべき競技ではないとの認識が高いからである。 ブラジルではマルタがフィファ最優秀選手賞を5年連続で獲得するなど才能ある選手が多く女子サッカーの競合国であるものの今でもサッカーといえば男子のスポーツであるという認識が一般的ではサッカー王国と呼ばれるほど男子サッカーが人気であることから長らく注目を集めることはなかったしかし二0九年に南米のクラブ国際大会コパリベルタドレーレス フェメニーナがそうされると3年連続で、ブラジルのクラブが優勝、代表チームだけでなく、クラブサッカーとしての女子サッカーにも注目が集まるようになっている。アフリカでは、経済発展が著しいナイジェリアやガーナ、カメルーンなどで、女子サッカーが少しずつ行われるようになっている。特にナイジェリアは、アフリカの女子サッカーナショナルチームにより行われる。 アフリカ女子選手権で9回中8回で優勝するほどの競合であり、国際大会でも 2010FIFAU-20 女子ワールドカップで準勝ちするなど着実に力をつけている。多数の国でプロリーグが発足している。男子サッカーに比べると女子サッカー選手はアマチュア契約の選手が多く、待遇が良いとは言えない。これは日本に限らず、 競技人口第一位のアメリカ合衆国においても同様でトップ選手であるアビー・ワンバックやアレックス・モーガンなどは個人にスポンサーがついており円換算で数千万の納さを得ているがそれでもテニスやゴルフの女子トッププロ選手例としてマリア・シャラポワが2440万ドル約30億円の収入に比べると格差があるそれ以外のアメリカやイングランドの代表選手クラスでも 円換算で300万円から600万円という水準にとどまっている。また、2015FIFA 女子ワールドカップカナダ大会の賞金総額は前回より増額されて1500万ドル、約18億円になったが、男子の 2014FIFA ワールドカップブラジル大会では5億7600万ドル、約690億円であるため、38分の1に過ぎない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。